あまたの魔法石が無駄遣いでない証のために。パズドラよ。私は帰ってきたー。怖えよ。今回こそはね、元旦のリベンジ、をしたいわけですよ私は。その前に報告がある。一つ、今回ガチャは20回まで。二つ、ボックスに20個の空きがあること。三つ、ガチャを引くペースを上げろ。以上だ。だ、誰だよそんなひどいこと言うやつは。お上の命だ。それに昨日のことを忘れたとは言わせないぜ。そんなこと言ったって、いつもあの引き方で金を取ってきたのに。ぐだぐだ言うなさっさと引け。わかったよ。まず、20個分のボックスを用意したよ。よし、確認した。どうしてもやらないとダメ。お上の命は絶対だ。動画アップする以上覚悟を決めろ。銀ばっか出る気がする。そんなものは関係ない。さっさとやれ。じゃあ20回回すよ。銀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 。やっと、銀が出たよ。半蔵だな。かぶらなくてよかったじゃないか。マリサは買っていない。私はカンナが欲しいんだよ。まだ言うか。だってそうじゃない。星5より星8の方がいいに決まってる。視聴者の皆様も絶対そう思っているよ。星8がポンポン出るか。私、本家カンナならまだ3体いるよ。ゴッドフェスなら10回に1つの割合で星6出るよ。同じものが何個も被るんだろ。そうだけどさ。欲しいものが出なきゃ自慢にもなやしねえ。出なけりゃ魔法石の無駄遣いだ。現実は厳しいものなんだぞ。このガチャなら欲しいものが簡単に手に入るとでも思っているのか。思ってた。ハロウィンとクリスマスは割とすぐ揃ったし。ゴッドフェスだけが鬼門なんだよ。世界中のパズドラーさんたちに謝れ。でもコラボガチャは北斗の剣以外引いてなくて、ケンシロウが出た時点でやめときゃよかったのに。
ラオウ星さに魔法石合計68個も使っちゃったんだよね。使わないくせに欲しがるな。でも究極化はケンシロウと一緒にしたよ。スキルもあと少しでマックスだからレベル上げをしているところなんだよ。かぶったのか。ケンシロウ3体、ユリアが2体かぶったよ。お前ら王のためだけに必要以上にかぶるな。最後だね。金が出てきてほしいよ。金。もう、終わりだね。今回はサクサク進んでよかったぜ。ちっとも良くないよ。私のカンナを返せ。取ってないだろうが。いつものようにやればきっともっといい結果になってたはずなんだよ。まあ昨日の金率は40分の5だったもんな。私の魔法石返せ。